はい、皆さんこんばんは、おしょうでございます。ドールズフロントラインやっていきましょう。さあ今回もね、イベント真相映写やっていくんだけど、まあ、まずね、ちょっとね、第一面ちょっと見てほしいんだけど、実行済みが今39とかで何したのっていう話になってんだけど、ね、物資箱っていうのがあるじゃない、この丸い球体倒すと手に入るあれがね、1日50個まで手に入るのね。で、この球体を倒しまくると、まあ要するにそのね、物資箱がいっぱい手に入るからちょっと周回してました。はい、じゃあ今回あれだね、3と4やっていこうかな。これ4でボス戦になったりするかな。なんかまあ特にって感じかな。うん、これさ、81式カービンあるじゃん。これの大元になったさ、38式歩兵銃とかも出てほしいよね。大陸の方では実装されてんのかね、38式って。100式が実装されてるくらいだから、旧日本軍の銃も多分実装してくれると思うんだけどね。なんだろう、やっぱ政治的に難しいのかな、38式とかは。なこと言ったら100式だって難しいっちゃ難しいか。続いてペルシカさんから依頼された任務についてご説明いたします。準備はいいですか。でかさ、あれだね、この子のさ、なんだっけ、キャラデザすげえ好きだわ俺。気分が乗らないから要点だけ話してもらえる。なんかすげえ4号姉がムッとしてるな。ペルシカさんからの要望は S15 地区に位置する鉄血の要衝へと侵入し、撃墜された小型ドローンを奪還してほしいというものです。あ、もうそこまで行くんだ。当該エリアは汚染が深刻で警備も厳重であるため、新たな電子信号を利用してドローンの行方を探っていただきたいのです。ほうほう。新たな電子戦モジュールがあれば、非電子戦タイプの人形のメンタル演算能力を借り、ネットワークでの模擬信号の効率を上げることができます。あのモジュールは今回の任務のためだったのね。あー、なるほどね。そのドローンについてペルシカから詳しい説明は、まずはあれかな、電子戦でモジュールを突破するところが始まるのかな。ドローンは撃墜されましたが、ネットワーク状態は正常だそうです。なので新たなモジュールでドローンの位置を特定できます。おお、よかった、不幸中の幸いやん。なんか全部ぶっ壊れてるかと思ったけど。ドローンは極めて重要なもので、いかなる代償を払ってでも回収するようにとのことでした。もうすでに M16 が犠牲になってるんですが。ではなぜ重要なのかについては何も話したくないんだろうね。知る必要もないと。 Need not to know ってやつだな。厄介なモジュールを押し付けられるのは不愉快だけど、ペルシカが提示している額はかなりのものよ。なんだっけ、4号姉がさ、めっちゃなんか高額の仕事引き受けて、車買ってる4コマ漫画がピクシビに上がってたな。こんな普通じゃない依頼断ったらどうなることやら。考えすぎない方がいいと思います。それより目の前にある報酬の方が大事なのではありませんか。おもろいことをドストレートについてきよったな。まあ、そうだね、世の中金だからね。それは否定できないけど、どれくらい分け前がもらえるのやら。ただのガラクタを直すために、あの人が報酬のほとんどかっさらっていったこともあるわけだし。あー。結構あれか、ピンハネされてんのね、404正体。苦労人だな。ま、愚痴はこのくらいにしておくわ。新たな訓練成果が知りたくてたまんないんでしょ。あー、それも兼ねてるのね。ですが何より皆さんが無事で任務を終えられることを願ってました。あ、これは本当だね。うん、4号ねは信用しないだろうけど。実戦だと鉄血はネットワークを通じてドローン内のデータ破壊を試みる可能性が高いです。そうなると404正体だけでは手に余りますし、ペルシカさんもそのことは理解しています。いや、言うてね、4人しかいないからね。そこで S09 地区の指揮官から待機状態にある人形の演算能力を借り、404正体の信号と接続させようと考えています。そうすれば電子空間で他の部隊を指揮できるようになりますよ。ということはあれか、俺の部隊の、まあなんかで、俺の部隊を電子戦限定で4号ねに預けることか。あの3人を呼んできて早くネットワークに入れてちょうだい。今度は本番よ。おお。あなたの信号がオーバーロードしたとか。あ、さっきの夢のやつね。夢っていうか、あれか、記憶のダウンロードか。アップロードか。わかんねえや。レールからは信号増幅による軽い副作用だと聞きました。ほうほうほう。ですが理論上、意識レベルを移動する際にストレージ領域のデータを参照することはありません。それに404正体の他のメンバーには起こらなかったわけですが、何か別の原因があるんだと思います。これあれかな、4号年に埋め込まれてるカサウイルスの影響でもあんのかな、もしかして。てかさ、4号年にさ、カサウイルスが埋め込まれてるっていうことはさ、もしかしたらさ、4号年も敵として出てくる可能性が出てくるわけか。M16 が辿った末路を4号年も辿ることになる可能性があるってわけか。なるほどな。先ほどあなたのハードウェアとメンタルの状態をチェックしましたが、全て正常でした。時々モジュール間で思いがけない衝突が起こることはありますが、現時点ではその他に重大な影響も及んでいないため深刻な妨げにはならないかと。デールにも少しお願いしてパラメータの調整をさせていますし、今後継続して、はい。めっちゃくちゃね、会話にね、時間割かれんね、本当に。
ひとまずお気になさらず模擬訓練をもう一度行いましょう。あ、まだ訓練か、そういえば。補給線を確保し、2ターン、堅守する。はぁ。また新しいやつ出てきたな。え、補給線ってどこ？ああ、この旗か。これを2ターン守れってことか。なるほどね。大したことなさそうだけどね。ピー、あなたのモジュールの信号発信構造を再度調整します。ネットワーク上で信号ポートをつないだまましばらくキープしてください。それから構成防壁にも気をつけてくださいね。時間節約のためデールは防壁を閉じていませんので、もし遭遇したらそのまま破壊してください。この構成防壁っていうのがあれか、あの白玉か。よし、これで補給線を確保できたから、このまま2ターンしのげばいいわけだな。余裕だろこれ。というかもう敵ほとんど排除しちゃってるから、もう襲われることもほぼねえしな。え、これでもう終わりだろう。だって、うん、あいつが上行った、上じゃねえ、下行って、これで終わりじゃないの。補給線を確保2ターン、はい、終わった。楽勝だったな。音声ファイル002、セキュリティ解除再生開始。やっぱりダメか。スティグマロードモジュールはすでに起動済みよ。武器を20種類ほど試してみたけれど、完全に適合させることはできてないわ。本当に手がいけるな。ただの訓練とはいえ、こんな人形をよこすなんて。愚痴はよして、条件の緩い武器を試してみましょう。ああ、今試しているよ。ただ、空き容量が不足しているせいで、射撃管制と姿勢調整のソフトウェアをインストールできないぞ。これは、あれかな、また U45Nの過去かな。こいつはアナログタイプの人形か。初期の状態ですでにシステムがかなりの容量を食ってるぞ。電子ネットワーク線の型番のはずよ。ただ残念ながらこの世界にはもうネットワークなんてないに等しいわ。だからこの子は生まれながらにして使い道がないことになるわね。基本的な戦闘機能はインストールできたぞ。武器に関してはサブマシンガンがいくつか条件に合致した。あ、これあれか、もしかして、あの今回の、目玉のとなるあの人形かな。45ネと関わりの深い、あの、今回の目玉報酬の人形かな、これ。でも実際こんな人形グリフィンはどうするつもりなんだろうな。上の人間が何を考えてるかなんて知らない。はい。ネットワーク専用人形か。この世界からすれば皮肉な話だよな。長生きしてくれればいいが。いざとなればこの子だってあなたを助けるために犠牲になるのよ。なんといっても人形は人間を守るために存在してるんだから、ロボットは人を傷つけてはならないっていう。ロボット三原則か。いや、早い、終わった終わった。あー、やっぱり3ゲージか。そう、こっからこうなると長くなるんだよな。お、ターミネーター出てきたじゃん。あれ、この PZB39 は多分持ってないよね、俺。で、あとあれか、これがあれか、イベント限、今回のイベント限定か。で、ここにいるのがクリーンと。なるほど。4号ね、しっかりして UMP45。 あ、やっぱりあれか、45ね、ちょっとあれか、またバグってたんだ。じゃあさっきのやっぱり45ねの過去だな。え、もしかしてなんだけどさ、的確適用しないぜって言ってた、さっきガチャガチャいじくられてた人形って45ねのことか。調整が終わったから45ねを起こすようにってシーアに頼まれたの。ただそこまで目を開いてるところを初めて見たから少し面白かったわ。え、フリーズしてるみたいだって。ああ、なるほど、目を見開いてってなってる、そういう状況になってたわけか。突然オフラインに切り替わったから反応が遅れただけよ。今回の戦闘はあまりうまくいかなかったらしい。すみません、ユンゴさん、先ほど緊急事態が起きまして。シーアちゃん、おっぱいでかいよね。ネットワークをチェックしていたら他の人間の信号が検知されたのです。は、招かれざる客ってこと、まさか鉄血。いいえ、グリフィンの信号です。何かの間違いでネットワークに入り込んだのでしょう。指揮官のところへ報告に向かうはずだった新人かと思われます。認証時にネットワークの入り口を間違えたものかと。そういうこともあったりすんの。デールが監視中にゆっかりポートを混同してしまったのでしょうね。いや、マジさ、これロックマンエグゼがちょっと分かってるとさ、なんとなく、ああ、こういう風な感じなんだろうなってのが想像つくからいいわ。それじゃあ私たちの存在がいつバレてもおかしくないってことだよね。まか言うなよ、確かに僕のミスだけど、そんな大事にはならないって。たとえネットワークに入り込んでも認証に通らずセキュリティプログラムが働き、メンタルポジションがすぐさまロックされるからな。つまりよそ者はどのポートからもアクセスできないってことさ。お前たちが見つかることもないから安心してよ。はいはいはい、何言ってるかわかんねえわ。全然安心できないってか、もう俺は全然理解ができないって。人形のメンタルモデルが欠損してることにグリフィンが気づいたら遅かれ早かれ私たちのところにやってくるんだから。誰が入り込んだのか調べられる？データベースに合致する ID はないね。多分新しく加入した人形だ。
でもそんな大きな問題じゃないよ。僕がそいつをネットワークから追い出すからさ。ただ居場所を特定するまで時間かかるから今のうちに休んでおいてよ。てかあれか、このデールっていう子もさ、なんかあれだね、なんか UMP 姉妹と似たようなカラーリングだね服装が。それならいっそ私たちがネットワークに入ってその子を探した方がいいんじゃない。え、それは訓練の一環としてってこと。どちらにしてのターゲットとなる信号を探すんだから、この機会を借りて実践練習してみるのも悪くないでしょ。ついでにグリフィンの新型人形のデータも手に入れればデータベースの拡張にもなるだろうし、抜け目ねえなやっぱり。まあただあれだよね、45ねえとしては、あの気持ち悪い感じなんだろうね。本当にやるの、もし私たちが見つかったら、本当の任務はこれよりはるかに危険よ。リスクを心配するよりどうやって乗り越えるかを考えた方がいいわ。それに私がいるんだから、みんな命令に従うだけで楽でしょなんか4号ね、ちょっと急いでる感があるな。そういうあんたが心配なのよ4号、私だけでなくみんな気にしてるわ。あー出た、416のさりげない優しさ。大丈夫よ、私はいつだって自分を最重要視してるから心配するようなことはまだないわ。4号ねがそういうのなら出発しよう。なるほどね、これであれか、あのクリーンを探しに行くっていう感じなのかな。いや、クリーンがあれかな、この入り込んだ人形って確定ではないか。具体的には意外と簡単だよ。さっきキーを使ったやり方と同じ、近づいて彼女のデータを持ち帰るだけ。とはいえメンタルモデルの信号はバラバラに流されちゃったみたいだから、かけらを全部集めるしかなさそうだね。まるで海だな。なんかめんどくさそう。かけら一つだけじゃダメダメなわけじゃないけど、それじゃかわいそうでしょ。メンタルモデルのデータが欠けた人間は知能がとことん落ちちゃうんだよ。訓練とは油断しないように急いで全てのデータを集めるわよ。まあとりあえずなんか何言ってっかわかんねえけど、とりあえずデータを集めろってことね。いいから行きますよ。人質を2人以上救援回収する。ああなるほど。ってことはあれか、 6 体かっていうことは 6回これやれってこと。結構時間かかりそうだねこれ。なんか大丈夫なのかこれ、回収、これこのまま回収できんのこいつ。あ、なるほどね、こうやって回収することもできるわけか。うーん、さてどうやって連れていこうか、てかどこに連れていけばいいんだこれ。飛行場ある、そこか。あ違う、ここで、あここ飛行場じゃん、ここ飛行場でだから解放すればいいだけか。じゃあとりあえずもう一体くらい出しておくか、ちょっと適当なやつ。てかさあれだね、なんかあのこの忍者とかさ、これあと犬ばっかりでさ、何このさ、あの瞬足ステージ、コーナーで差をつけたがってるやつらばっかりなんだけど。よし、救援完了。あ、なるほど、行動ポイント使わなきゃいけないんだ。はあなるほどね。あそうかそうか、移動して救援するからってことか。なるほどね。であとはこっち戻って、で、ここと配置交換して、これでフィニッシュだね。いやまああれだね、意外とスムーズにいくステージだねこれ。あれまだ終わんない？終わるよねこれ。 OKOK 終わった終わった。おいなんだ誰もいないのか。出た出た出た、クリン PP9 だっけ、が確か PP9 クリンだったよね確か、ロシアの。お前らグリフィンのナンバーワンである私をこんな目に遭わせてただじゃおかないからな。お前新米のくせに何言ってんだこいつ。ここの指揮官何してんだ、もてなしがないにしてもジュースの一杯くらい出しやがれ。そんな態度でいいのかな。そんな態度でやられたら出したくなくなっちゃうな。どうやらメンタルはまだ迷子になってるみたいね。今ここで連れ出す？なんかめちゃくちゃうるさいんだけどここに置いてっちゃダメ。 G11 めっちゃ辛辣で草。まずボスの方を片付けましょう。出ないと封鎖区域は開かないわ。みんなもう少し頑張ってね。模擬作戦だけど危険なことに変わりはないんだから。45ねも焦らないで、あの子に気づかれないようにね。あーもう9はなんか45ねが焦ってるっていうのがちょっと分かってるんだね。はい、2回目攻略完了と。はい、OK。これでラストダウンも終了だね。これさ、いちいち移動モーションが入るのかな。なんか遅延されてる感じがして、ちょっと。まあ別にいいけど、そんな気にしてないけどさ。よし、OK、終わり。あ、なんか久しぶりこの背景。ねえ、どんな気持ちいい、ねえ、どんな気持ちいいっつって。ここはどこ？あらあら、やっとお目覚めのようですね。さっきからずっと寝言を言ってましたけど、大丈夫ですか？熱すぎて冷却モジュールが壊れてしまったとか。やっぱ、あれか、一応あれか、人形の本体自体は、あれ、もう、グリフィンの、ここにいたわけね。
親、私のことも分かりませんか。さっき体を検査してあげたじゃないですか。え、検査してあげた？意味深。え、マジ、俺もカリーナちゃんに検査されたい。あ、待った。俺はカリーナちゃんを検査したいな。うん、まずすっぱらかにひんむいて検査したいわ。じっくりとね。私はカリーナ。カリンって呼んでくれて構わないですよ。カリンって呼びづらいな。あなたは確かこの前来るはずだった。どなたでしたっけ？お前も名前分かってないんかーい。カリンだって？あ、私の名前に似ているな。そうだね。お前クリンだもんね。私のことはクリンって呼べよ。今日からよろしくな。あ、はい。よろしくお願いしますね。ずいぶん威勢のいい人形さんが来ちゃったね。まあ。てかさ、このクリンの衣装やばいね。もう、なんか、おっぱい丸見えになりそうなんだけど。風吹いただけでおっぱい丸見えになりそうじゃん、これ。うん。お前と私には何か縁があるようだな。お前も人形なのか？私？違いますよ。私はここの広報幕僚です。この子眠りが長かったせいか、まだ再起動できてね、モジュールがありますね。あ、なるほど、そういうことか。とにかく指揮官はまだ任務中ですから、ここで待っていてくださいね。俺何してんの？あ、おもちゃとか減ります。おい、冗談はやめな。私、グリフィンのナンバーワンになる人形だ。ふざけないでくれ。実際このクリンってどんなぐらいの性能なんだろう。射撃場どこだ？ここの人形の射撃水準がどんなものか見せてもらうよ。おお、ちょっと、誰か、9号式連れてきてくれ。うちの第2のエースだからね、9号式は。こちらへどうぞ。射撃場に誰かいればいいのですけど、出ないとまた見くびられてしまいますわ。あ、64式も連れてきてあげた方がいいか。64式照準、命中精度はいいからね。うん、命中精度は。いや、いいのかな。命中精度いいのかな ?64 式。最近じゃあ命中精度も大して良くないみたいなこと聞いた気がするわ。昔は命中精度は良かった銃だったのにね。それにしてもこの子突然シャットダウンしたかと思えばまた起動して一体何が起きてるのかしら。あ、もうこっちのグリフィンの方になんか影響来ちゃってんのかこれ。また無名のヒーローになっちゃったわね。これで満足かしら。まあまあ誰かの役に立つことができて良かったでしょ。ナインちゃんマジ天使。どっちでもいいよ。任務は終わったんだし休んでいいよね。相変わらずの G11 あれだよね。結構辛辣だよね。めちゃくちゃすげえダウナーで辛辣だよね。今のはちょっとしたテストに過ぎないわ。実際の作戦はこれからだってことを忘れないで。みんな本体のチェックと補給を済ませたら12時間後に出発するわよ。じゃあ次の戦役でいよいよあれがドローンを回収するわけか。平気よ。新しいモジュールにも慣れたわ。充電を済ませたらシーヤのところへ任務について聞いてくるから、みんなは先に休んでいて、夜になったらまた一仕事あるんだから。12時間後、ああ。もうそこまで飛んじゃう。それでこれがペルシカの言ってた妖精？見た目は全然可愛くないわね。いや、可愛いだろうよ。4号で目腐ってんのか。それに関しては、この子、起動してないときは単なるドローンなんです。あ、そういうことね。ごめんなさい、4号ね。お詫びに撤収させてあげます。はい。あの妖精が出てないんだったら、うん。可愛くねえな。うん。ごめん、また、今、ドローン燃えしてる人、なんか、機械燃えしてる人にちょっと失礼だったかもしんない。うん。あれだね、俺もあれだからね、銃握ってて、あ、この銃可愛いなっていう時あったりするから、うん。変人同士、うん。変人同士ね、ちょっと、すまんかった。うん。起動したら立体映像が表示されるので、それで可愛らしさわかるはずです。なるほどね、ここでようやくストーリーで人形が出てくるわけか。あの人、本当にこういうわけわかんないものが好きなのね。これの運用テストも今回の作戦目的に含まれてるんでしょう。うん、一つの作戦にどんだけの目的詰め込んでんだよ。あ、救助要請。あなたが私の指揮官？と、あなたが私のマスターか。はう、なんだか付き合いにくそう。私怖くて震えちゃいます。救助要請。救助要請ってどんな感じだったっけ？ちょっと待って、このドローン思ってたのと全然違うんだけど。あはは。きっとドローンの AI が勝手にこういうキャラクターを編み出したんでしょう。それでペルシカさんが妖精と呼ぶことに。この戦術妖精は信号探索に使えるようペルシカさんが今回の任務のためにプログラムを調整してくれたんですよ。ですからこの子がターゲットを自動的に捜索して皆さんをドローンの場所まで連れてってくれます。ああ。ルンルン、大丈夫。私にお任せください。うわ、任せられねえ。任せられねえ、このキャラって思うと、ものすごい後半になってきてすごい優秀になってくるタイプだよね、こういう。大丈夫、私に任せといてって言って、ね、周りの人間が、うわ、任せらんねえ、こいつって思ったんだけど、ラストのラストで、私任せといてって、マジでフラグ回収して、しっかり仕事やり遂げるからね、こういうキャラって。自分で人格を形成しちゃうほど、他にやることのない AI なんて、こんなの作るのはペルシカくらいよね。それに、せこい性格からして、探索手伝ってくれる代わりに、私たちに無料でテスターをやらせるつもりなんでしょ。よくわかってるじゃないか。
ご主人様から特に何も、ペルシカさんが何をお考えなのか、それ理解しているわけではありません。何を考えていても遂行する任務に変わりはありませんよ。報酬がもらえる任務が最優先ですしね。お金は大事。だからお金で払われてんのかね、そういえば。妖精の使用方法はすでにモデルに書き込んでありますので、それでもわからないことがあれば聞いてください。妖精さんお嫌いなんですか？そこまでうるさくなければ気に入らないこともないけど、この戦術妖精でペルシカが一人で設計したわけじゃないよね。聞いてないですね。気になりますか？ただの好奇心よ。他人の過去が気になることあるでしょ？私のペルシカのあなたの過去についても。なるほどね。4号ね、あれだね。今過去なんかすげえ探ろうとしてるな。自分自身の過去も含めて。そういうのはちゃんと分かってるから多くは聞かないわ。それよりも早くみんなを起こしてちょうだい。そろそろ作戦開始よ。うん。いつもの4号ねだとは思うんだけれども、ちょっと大変だね。なんか、少し、ちょっとここに影が落ちてるね。ああ、デストロイヤーちゃん。てか、長えな、イベント。まあ、そっか。第一ステージの最後の戦役だもんね。あら、どうかした？そろそろ始めた方がいいんじゃない？ドローンの探索をさ。ああ、そっかそっか。まだ、お前ら回収してないのか。やっとの思いで撃ち落としたのに、間抜けぬ食わしときたもんだ。ドローンね。それもそうよね。エルダーブレインからまだ命令がないってことはあってもなくてもいいようなものなんでしょうけど。様子を見に行くの悪くない頃合いね。ああ、なるほどね。あの後何にもしてなかったんだ、まだ。あんたもドローンの中身は気になるんでしょ？それは違うわ。私はね、自分たちのやったことが無駄だったと思い知った時のあいつの顔が見てみたいだけ。まだ M16 は鉄血になりきってないのかな？でもそれが見れるかどうかあなたの動き次第じゃないの？デストロイヤー、働きか。もたもたしないで早くドローンの座標を探したら？お前自分、お前さ、言い出しっぺデストロイヤーのくせにさ、お前デストロイヤーがまるで何か何もしなかったみたいなこと言うのやめろ、ドリーマー、お前。お前またぶっ殺されてるか、この野郎。私は電子戦タイプじゃないんだよ。ネットワークでの検索能力なんてものはないの。うん、この見た目であったら笑うわ、俺。だったら自分の足で探しに行けばいいじゃない。しらみつぶしに当たるくらいできるでしょ。お前も探しに行け、この野郎。じゃあ俺、ドリーマーそんな好きじゃねえからな。なんか結構辛辣よ、俺。私は単独行動が得意な人形でもないのよ。一人で行くなんて危険すぎるでしょ。部下連れてけ、部下。前回も死にかけたし、毎回大勢のグリフィン人形に襲われてるし。てか、もっと強力なボディをくれるって約束したじゃん。くれないならわざわざ死にに行くなんてごめんよ。あ、ボディ変えられるの？へぇ。あれか、装甲とかつけられるのかな？そんなこと約束したっけ？一睡したらいろいろと忘れちゃうわね。お前病院行った方がいいぞ、お前。まあいいよ。ならお望み通り新しいボディをあげる。ちょうど私も考えていたところだし。さすが人形。そういうこともできるわけか。それでもっと強い火力が欲しいの？それとも素早さ？あるいは華麗なスキルとか？華麗な？欲しいかも。かわいい。いやいや、そうじゃなくて全部丸ごとパワーアップする選択肢はないの？今のなんか子供っぽいなんか、ちょっと戸惑い。かわいい。私を騙そうたって無駄よ。あんたが製造ラインの権限を握ってることは知ってるんだから。自分には強力なモジュールをつけまくるくせに私には何もなし。こんなの不公平じゃん。その通りだ。その通りだ。デストロイヤー、俺はお前の味方だ。確かにそうだけど、本当に全部積み込みでいいの？力を得るにはそれなりの代償がいるのよ。あ、まあ、それも一理あるわ。ごめん。そんな風に言われたらなんだか怪しそうに聞こえるじゃん。外見を変えなきゃいけないのならやめておくわ。大きな鉄の塊になって戦場に立つのは嫌だからね。デストロイヤーが機動戦士ガンダムになるの？それともあれ、ゴジラに出てきたマジモンのデストロイヤーになったりする？外見は可愛いままだと保証してあげるわ。本当？可愛いのなら問題なし。いや、可愛いな。何このはしゃぎ方。じゃあもったいぶらずにさっさとやってちょうだい。何このはしゃぎ方、めっちゃ可愛いやん、デストロイヤー。今までなんかドリーマーに いじめられてるなんかみじめっ子ばっかりだったんだけど。次に目覚めるときは新しい自分で迎えられればよ。あ、今からじゃあ整形手術ってわけですね。あんたが笑うとなんか嫌な予感しかしないんだよね。うん、わかる。わかる。それわかるわ。ハゲド。まあいいや、仲間だし悪いようにはされないよね。すまん、もう何回も悪いようにされてる。記憶ないんだね。記憶ないんだね。それじゃあおやすみなさい。いい夢見てね。デストロイヤーちゃん、記憶なくしてるよ。あんた、どんだけ悪い目に遭わされてきたと思ってんだよ。よし、まあ、なんやかんやで、とりあえず、認知混迷は OK、終了しましたんで、じゃあ早速、3番と4番の報酬見ていこうか。構成チケットありがてー。で、あとこれか。あ、物資箱70個だ。私はクリン。いずれグリフィンナンバーワンになる人形よ。覚えといて。おお、なんか
すげえ、思いっきり想像通りの声だった、クリン。このクリンは強いのかね。うん、まあちょっとよくわかんないけど、まあまあまあ、とりあえず育成して損はねえだろ。はい、じゃあ次は双極関数ですね。いよいよ実践か。うわー、もうジュピターおる。ジュピターおるやんけ。ああ、また正面突破したのか、この野郎。まあいいや。じゃあ、今回ここまでですね。ご視聴ありがとうございました。ではまた次回。失礼します。